こんにちは、アルです。スプラトゥーン噂調査団の団長アルでございます。本日もご視聴ありがとうございます。そして本日もネタバレ注意でございます。サイドオーダーのねネタバレを含みますので、クリアしていない方は閲覧注意でございます。では今日もですね、みんなからいただいた小ネタを今日はね5つほど調べていこうと思います。まず1つ目こちら、じゃじゃん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。ライブの最終戦でプラスのポーズから全て埋まったパレットを見てください。カラーチップを選択して A ボタンを押すと音が鳴るんですが、その時このパレットの上から右右下左左右右下点点点といった順番で押す、過去もしくはタッチパネル状態にして指で押すとフルスロットルテンタクルのメロディーになります。私も最終戦で、まあからのフルスロットルテンタクル泣きながらプレイしました。最終戦はね、俺も泣きながらやったよ。なんだこれ、最終戦の話かこれ。確かに最終戦、色に溢れた戦いってことよね。ちょっと音を大きめにしていこうか。多分これで、これか。最終戦で、パレット？あ、カラーチップがないのか。これカラーチップを全部入れてってことか。はいはいはい。ちょっと待ってね。入れよう。よーし。まず移動系が。これ移動系が入るとちょっと変わるんかな。あ、これでね、音が鳴るらしいね。へぇ。トントントン。っていう感じか。ん？あれで、とりあえず全部入れてみるか。めちゃくちゃ当たる。来たテンタクル、フルスロットルテンタクル。埋まってないね。全部取ってからってことだよね、多分ね。これで全部か。今のが最後のチップみたいだ。よし、全部揃った。これで、これで、は？え？え？ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、こういうこと？違う。は？何？マジ？なんだこれ？わかった、これ、フルスロットルテンタクルのメロディーになっとる。はあ、嘘な、はい、こうじゃダメだもんね。あ、こうやってグイーンっていって、グイーンっていって、グイーンっていって、グイーンっていったら、すげえ、何これ、はい、これ、しかもタッチパネルでもできるって書いてあるね。これ今いきますよ。すげえ、すげえ。すごーい。マジです、任天堂さん、イカケンさん、黒柳さん、すごくない？なんだこれ。絶対これになる。
や、でもそうだね、フルスロットルテンタクルなってるもんな。何これ、激アツなんですけど。はい、これちょっとマジ鳥肌立ったわ。ちょっとこれマジで、最終戦行ってる人は、あのね、最終戦思い出すから、全部のパレット入れて、やったらできるんで、やってみてください。うーわ、やってくれてますね、ミカケンさん、これマジで。すーげー。頭空っぽになっちまった。ありがとう、教えてくれて。オッケー。という感じでね、これ、皆様のコメントをもとに動画作ってるんですが、他にもね、すげえ小ネタ見つけたよっていうのがあったら、教えてくださいね。それを調べる、噂調査団というのをやっております。チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、続いて、調べましょう。じゃん。アルさん、小ネタです。ありがとうございます。広場で小さく回れば、上に飛びますが、大きくゆっくり回るとまた違う動きをしてくれますよ。あと、塔に中にいるときは戦闘モードなのか回ってくれません。はい、これ、姫ちゃんドローンの話なんですけど、もうこのね、コメントが後を絶えないんですよ。っていうことを言った動画にもあるぐらいなんで、回ると姫ちゃんドローンが回りますよっていうのを、これですね。ほら、キュイーンってね。で、これをやって、これもやってますよって言った動画にも、回ったら姫ちゃん回りますよっていうコメントが来るんですね。ただそんな中、大きく回るとまた違う動きをしてくれますよ。これちょっとやってみようか。大きくってこういうことか。あ、ほんとだ。見た？ほら、ギュイン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 。ほら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 。ウィン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 。小さく回ると上に行く。大きく回るとちょっと回る。あ、浮いた。へえ。ね、これはもうやってますからね。ウィーン。ありがとう。教えていただいてる側なんですけども、もうやっちゃってるんですよ。てか、一番最初にやったんですけど、ね。で、面白いのは、この、もうこのぐるぐるってやってますよって言った動画にも書いてあったんで、逆ですよねって言ったんですけど、本当になるんです。やってください。いやー、その動画でやってるんだけどなーって思いつつ。ね。今日は5個小ネタをやるんで、それも全部見てからちょっとコメントをしてくれると嬉しいな。これ2個目ですね。よし、じゃあ3つ目いってみよう。じゃじゃん、ありがとうございます。アルさん、サイドオーダーの小ネタ発見しました。サイドオーダーのラスボスで、オーダーってやついるじゃないですか。そのオーダーの張り紙が、ハイカラスクエアの縄バトラーをするところの近くの壁にあるんです。ぜひ調査お願いします。配信ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。ハイカラスクエアに縄バトラーするとこあるんだ。ちょっと行ってみよう。どこだ？どこで縄バトラーするんじゃろうね。ここか？これは散歩よね。散歩のおばちゃんだよね。こっちか？どこ？あ、はい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 。こっちね。グソクさん。元気にしてたかい？あ、俺ハチじゃねえわ。いたいたいた。で、あ、待って、これか。確かにこれ、大ダコだ。これって2の時になかったっけ、このポスターって。ちょっと2も調査してみよっか。俺これ見たことある気がする。怖っ。はい、というわけでちょっと時代遡って2に来てみました。なんかね、どっかでさっきのポスター見たことあるよね。とりあえず、オクトのとこ行ってみよっか。ああ。そのまんまあったわ。てか、これ、大ダコのことだったの？すげえな。すげえな。すげえな。これ、このポスターがあったけ、大ダコをボスにしたのか。で、オーダー。で、オーダーっていうのと、大ダコっていうのとかかっとるけ、やったのか。2の最初期から何か大ダコをボスにするっていう設定があったのかは、わからずじまいなんですが、すげえね。まあ、たまたまかな。オッケー。あ、てか、テンタクルズの声も聞こえるようになってる。へえ、いいじゃん、いいじゃん。やったー。で、バケーションのね、ポスター貼ってあったりしてますね。
で、そしてここにね、テンタクルズがいるということは、こういった疑問も湧きますよね。じゃじゃん、ありがとうございます。ハイカラスクエアでテンタクルズのアミーボを読み込むとどうなるんだろう。やってみましょう。これをこうして読み込みますよ。いきます。あー、やっぱりね、消えちゃうんですね。いいよね、芸が細かいよね。じゃじゃんやっぱ呼び込むと、そのアイドルはね、街から消えちゃうということでございます。もちろんね、スリミ連合と塩カラーズもね、消えますよ。ちょっと見に行こうか。すげえ、ワンツースリー全部いけるじゃん、バンカラガイ。で、こうして、スリミ連合の、今日はね、ふうかちゃん呼び出してみましょう。デデン、消えちゃいますよとね。うん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 。で、ホタルちゃんたちもアミーボで読み出すと、じゃん、消えちゃいます。2の時はね、アミーボ呼び出せんかったもんね、こういったところにね。ほーらなるほどね、オッケー。さあ、続いてこちらです。じゃじゃん、ありがとうございます。アルさん、疑問なのですが、ヒーローモードの色覚サポートオンとオフでインクの色変わるという小ネタがありましたよね。サイドオーダーでも色覚サポートによってキャラのインクの色が変わったりするのでしょうか。よければ調査お願いします。確かに気になるな。ちょっと行ってみようか。とりあえず今は色覚サポートはオフです。で、行ってみよう。ピンクだね。ふん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 。よし、じゃあ色覚サポートを、1で再動だ。あ、もうすでに色が違うよ。へえ、じゃあこれインク違いそうじゃね。青いインクなんか青いの。青い。へえ、変わるんじゃん。はい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 、ほら。でもラメは入っとんじゃん。へえ、綺麗綺麗綺麗。なるほどね。これ2、1と2で色変わるかね。これで2で。はい、2です。あ、でも、あー、ちょっと淡い、ちょっと淡いぞ。え、こんな色だったっけ。どうあれ、あー、こんな色だったかな。前回集めたチップの色がエントランスに反映されますって飯田が言ってたけど、ハチわかるか。え、わかんない何の話。え、これ色覚サポートじゃっけじゃない。でもなんか色は違うね。オーケー。さあ、皆さん、サイドオーダー楽しんでおりますでしょうか。今僕はですね、だいたい1日1回ですね、クリアするかデスするまでサイドオーダー企画っていうのをライブでやってるんですけれども、1個面白いこと思いついて、ルーレットでね、やってみたんですよ。で、ルーレットでやるってどういうことかっていうと、例えば武器も、このね、とりあえずクリアしていない中からルーレットで決めて、で、あとはね、階層ごとにカラーチップあるじゃないですか。一番上、真ん中、一番下みたいな。あれもルーレットで決めて、みたいな。やつでやったら、ランダム性があって面白いんじゃないかなと思ってやってみたら、めちゃめちゃ面白かったんですよ。で、それ、ライブでよくやっておりますので、ぜひ見に来てください。そして、一応ね、ローラーとかチャージャーとかね、その1個の種類で1ライブで今やってたりするんで、チャンネルのですね、チャンネル開いてもらった時にライブっていう箇所があるんですけれども、そこの中から自分のね、もしローラーとかの攻略が気になるなっていうのがあったら、そこのライブを見ていただければなんとなくわかるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あとはその攻略の方法であったりとか、難しい面があるんで教えてくださいとかっていうのも全然大丈夫なんで、何かあったら R ゲームズまで YouTube のコメントね、ヘルプを求めてください。もしかしたら団長が調べに行くかもしれません。 OK、 今日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃねー、バイバイ。あのパレットのやつエモかったね。でもすげー。